はい、皆さんこんにちは、ワンダリング、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、井伊直親でのプレイ続きをやっていきましょう。2017年の大河ドラマ井伊直虎の許嫁の役、三浦春馬が演じているこの井伊直親なんですけども、前回前々回と、順当に内政をこなしてですね、ついに今回一国一城の主として、城主就任の要請が義元から来ました。なのでこれを受諾していきましょう。末盛城の城主になりましたね。ちなみにですね、末盛城は尾張にあるんですが、尾張、いわゆる信長の本拠地だったんですが、信長はすでに義元に滅ぼされてますので、配下に信長たちがね、義元配下にいるっていう状況になってます。では今回からは城主プレイに変わっていきます。目的はこの清洲城の攻略ですね。織田信友、これは信長の、弟かな、こちらの清洲城を攻略していきましょう。まずは武将をちょっともらいたいですよね。何はともあれ、まずは直虎を呼び寄せましょう。そっからですよね。ただ直虎がいないと、誰かの与力になってるかな。であれば、妻のお父さん、ちなみにこの直虎なんですけども、史実ではまず柴咲コウ演じる井伊直虎のと婚約をすると、ただその婚約ならず、奥平なにがしの娘と結婚するっていうのが史実ではあるんですけども、このプレイの中ではですね、木曽の娘をすでにめとってますっていうね、ちょっと変な感じにはなってるんですが、そういう状況の中というところになりますね。砂鉄と名所と、これが木材だといいんだけど、砂鉄が2つか。なるほど、でも悪くはないですね。で、武将の数が相変わらず足りないので武将をもらっていきましょう。今度こそ直虎いるかな。わあ、信長とかいるし、普通に欲しいな。お、直虎がいた。直虎を同じ城で一緒に住みましょう。直虎とついに結ばれるというね。あわよくば信長とか、うわ、直虎の声激渋だな。なんかもうちょっと可愛らしい声が良かったけど、かなり渋めの声してますね。ここは寝室をガシガシかけていきましょうか。水影城があり、鳴海城がありって城の密集帯ですからね、ここに関して言うと。できれば末盛城よりもっと大きなね、清洲とかそのあたりを将来的にはもらっていきたいなとは思うんですが、今だとね、そういうわけにもいかないですからね。調略を清洲城にかけていきましょう。直親自ら。ただ城攻めが終わる頃には全て型がついてそうだな。さらに武田が大垣城を攻めているね。先に清洲を抑えとかないと、逆に武田に清洲城まで取られる可能性が出てくるな。武田の前にあの大垣城斎藤家は多分滅びてしまうでしょうという感じですからね。先月の終始です。ここは襲撃戦とかもちょっとゴリゴリこなしていった方が良さそうだな。
まあ、いずれにしてもこの城にこもってるよりかはさっさと大きな城に移った方が、まあ、圧倒的に効率がいいですからね。この城を大きくするより。ということで、もうバリバリ襲撃戦の方に入っていきましょう。お、信友自らが出てきてるな。まあ、数の上で言えば圧倒的に有利だし、信友もめちゃくちゃ強い武将ではないはずですよね。統率が75、武勇が56ですね。とはいえやっぱりかなり削られたな。引きます。あと2つあるけど、この2つこなすにはちょっと兵力を回復しないとダメかな。ちょっと一旦人当たりかけてみましょう。これで配下に信長とか入れちゃうとね、おかしなことになっちゃいますからね。能力値が3倍ぐらい違うのが配下にいるとかってなると。続け。かかれ。ここが勝負どころよ。まあ、255まで削られましたけど、まあ、確実に勝利をすることが大事ですからね。あとはもう一つ任務を達成すれば城攻めに入れますね。出陣します。手柄を立てよ。表情を始めます。ただあの一つはかなり苦労しそうだな。まあ、兵力が200台まで落ち込んでしまってますからね、今だと。いやー、これは武田といつか雌雄を決する時が来るんだろうな。兵力の回復スピードが追いついてくれば少しはね、その回転が上がってくるかなとは思うんですが、900だとちょっと勝ち目がないな。もうちょっと待ちましょう。もう 2,3 ヶ月送っていくと兵力的には上回るはずなんで。表情を始めます。先月の終始です。まあ、でも本当に一つ言えるのは、この直近の能力だと、まあ合戦になるとかなり厳しいなっていうところはありますね。直虎の方がまだまだ全然強い。今後もしこの2017年の大河ドラマがフューチャーされて、直近が配信武将とかで出てきた時にどれくらい補正されてるかっていうのはちょっと気になりますね。めちゃくちゃ強くなって帰ってくる可能性もあるじゃないですか。実際今の能力値だと統率40、武勇47、知略36、これが直近の能力です。お、奥平いたな。奥平定勝、
奥平定勝の娘ではなかったと思うんですよね。やるとすれば、あの実際に直親がめとった奥さんにした武将の名前は奥平近友とかね、そんな名前だったと思います。これは定勝ですよね。これで清須攻めの準備が整いました。もう間髪入れず清須攻めに入りましょう。名古屋城に兵を集結させて清須攻めに入りましょう。表情を始めます。先月の終始です。あとは陣取り合戦が始まってますんで、しっかりこの内政もやっておきましょうね。でこれに勝利して城を取ることができればきっとまたね武将をもらえるぐらいに軍功がたまるんじゃないかなと思いますんで、出陣する。出陣するぞ。出陣します。さあじゃあ清須攻めに入っていきましょう。織田の家紋をこの日の本から消し去りましょう。いやー圧倒的だな。秀長がいて勝家がいて長秀がいる。いやーもう信長軍団のオールスター級の武将たちが揃ってますからね。今川には武将の質量ではおそらく抜きん出てるんじゃないかな。もう、まあ、頼もしい限りではあるんですけど、この直親の出番が今後どれくらい残されてるかっていうのはちょっと疑問ですけどね。このまま清洲城を攻め落としましょう。表情を始めます。報告いたします。よし、キヨスを落としましたね。騎乗する。まあ、次どこにこう転戦させられるかっていうのはありますけど、キヨス城が欲しいよな。やっぱり末盛城に比べて大きいですかね。長島城の攻略か。長島城は今本願寺がきっと持ってるよね。長島城は耐久7000。結構大きな城なんですよね長島城は。確かに密談をしていきましょう。まあ、密談の対象がそうか、長島城にはいないとどうにもならないな。であればこのままターンを送っていきましょうね。長島城の攻略戦もサクッとやってしまいたいところではあるんですが、まあ、幸い金もそこそこあるんで、ここは飛騨の話ですね。まあ、主命長島城攻略のために必要なことはどんどんやっていきましょう。でここで直親は中牢に昇進です。ご命令を。先月の終始です。
長島城こそ本当に落とすのが大変そう。で、足利将軍家もだいぶ勢力、畿内一円に大勢力になってますね。これちょっと今の勢力で見ると、今川が拠点21、兵数8万6千。で、北条は圧倒的ですね、やっぱり。兵数13万。で、武田が、思ったより兵数は少ない6万で、拠点も14です。で、足利家が3万9千で拠点9。まあ、この辺りがやっぱりね、大きいところになってくると、今川、北条、そして武田ですね。これは武田の内情の話になってますね。信玄が出家するという話だと思います。そうですね、信玄が出家したというところになります。表情を始めます。先月の終始です。お、領内に浪人がいるって。それはぜひとも許容したいけど。おっと、ご命令を。許容していきましょう。岡本ね、いやー、一人でも多く武将は欲しいですからね、正直言って。で、あとは怪獣策を入れていきましょう。どこを怪獣しなきゃいけないかというと、川波州からの指示を70以上にしろというのはただ中止になっちゃってますね。では、1つ2つ襲撃戦をこなしておきましょう。受刑に自ら出陣してんのか。続け、我に続け。やるとするか。かかれ。ちょっとうまい感じにならなかったな。続け、覚悟を決めよう。できるだけ武将というか、その兵数は温存したいですよね。ちょっとその城主内政に変わっていきますんで、連兵場をちょっと立てましょう。このままだと兵力だけ無駄にまたどん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 消耗してしまうので。行きます。ご命令を。先月の終始です。次進出したら連兵場を建てましょうということで、連兵場を建てるにふさわしい場所はどこかなというと、そうだな、ここに連兵場を建てて両脇に武家屋敷を建てるのが一番いいかな、きっとね。あと1個襲撃戦をこなせば、長島城の攻略戦に入っていきますね。お、毛利信介がやってくれてるな。毛利信介といえば吉本のね、一番槍というか一番最初に切りつけただったか、首を取ったんだったか、どっちかが毛利信介だったはずですけど、その毛利信介が今や吉本の配下で我先と任務を達成してくれている。で、長島城を取れたら、いよいよ畿内に向けて足利討伐戦に入るのかな。ご命令を。先月の終始です。まずは連兵城を建てましょう。先ほど話した通りです。で、連兵城の横に
武家屋敷を建てていきます。ではでは、いよいよ最後の任務を達成して、あ、そうか、毛利信介が進行してくれてるから、これは信介に任せましょう。で、信介が達成したら直ちに長島城の攻略戦に入りましょう。次のターンか次の次のターンぐらいには王を達成してくれましたね。そしたら早速長島城の攻略戦やりましょう。とその前に進出できるところはないよね。回収だけ入れときましょうか。天守を二層天守まではしときましょう。であとは整備系をちょっとやっておけば、あとあと少しずつ人口が増えて、いろいろやりやすくなるでしょうというところで、長島城の攻略戦です。まあ、同じく名古屋城の方、名古屋城ですね、名古屋城の方に出兵していきましょう。兵4100で出ていきます。出陣する。名古屋城は耐久力が高いので、まあ味方がどれくらい軍勢を出してくれるかというのでだいぶ変わってきますよね。まずは人当たりかける感じだ。おお、ライレンが来てるな。下妻ライレン、ライレンの能力値は非常に高いですからね。統率89、武勇90、知略92っていうのがライレンです。で一方の長近くんじゃない、直虎くんは統率41、武勇48、知略38。なかなか厳しい数値を叩きつけられているので、これは迂回して城を一気に攻めましょう。出陣するぞ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。ここは回線に持ち込みたいけど、まだ回線できないね。味方の圧倒的な兵力で行きましょう。半兵衛より先に本丸に入るって言われたもんな。結構本丸まで遠いよ。しかも半兵衛がどこにいるかわからない。引け。どこにいる。かかれ。参るぞ。これで終わらせよう。いた、半兵衛がいる。半兵衛よりは前にいれば半兵衛より先に入ることはできるな。退却せる。すぐに助けてやるさ。我らが行くぞ。おっとご覧あれ。我が軍思い知るがよい。城門を破壊しました。続け。敵城門突破しました。何、半兵衛が早い。半兵衛が早いな。さらに神速を使われて半兵衛に抜かれた。まあ、ただまたここで城門で横一線になりますからね。ただ半兵衛早いからな。敵城門突破しました。さあ誰が最初に天守に入る。ガー、半兵衛早い。半兵衛全然早いわ。まあ、これで、天守もこのまま突破しちゃいましょう。は
はい、というところで長島城の攻防戦、勝利することができましたね。止まれ。というところで、時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。先月の収支です。報告いたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。